石狩ライナーとは、北海道旅客鉄道がかつて、函館本線で運行していた、快速列車である。正確には、区間快速である。方向幕は、区間快速、札幌から、普通、普通、札幌から、区間快速、区間快速、手稲から普通などと表示される。普通部分は黒、区間快速部分は橙色。側面種別。 行き先表示器側面種別、行き先表示器区間快速で表示された、から普通は日本語表示のみとなっている。快速、エアポートとともに札幌県の快速運転を構成していた。小樽駅札幌駅間では、日中は快速、エアポートと区間快速、石狩ライナーが、それぞれ1時間に2本運転されていた。快速の運行区間は、手入駅札幌駅間。 または、札幌駅江別駅の2パターンが存在していた。快速運転しない区間は各駅に停車し、普通列車として案内された。手稲駅札幌駅間を快速運転する列車。札幌近郊路線図で用いられた記号は C。札幌駅江別駅間を快速運転する列車。札幌近郊路線図で用いられた記号は D。かつては、 ケイネ駅札幌駅江別駅間を通しで快速運転を行う列車が主であったが2007年10月1日のダイヤ改正をもって廃止された2007年10月1日のダイヤ改正まで上記にパターンの列車は一部の列車に存在した一部時間帯には札幌発江別駅など快速運転区間のみを運転する列車も設定されていたがこれも 区間快速として運行された。2000年3月から短期間だが、新千歳空港駅札幌駅間を快速エアポートとして、札幌駅からは快速石狩ライナーとして、手稲駅まで快速運転し、手稲駅小樽駅間は各駅に停車する列車が存在した。2007年10月1日改正前までは、小樽駅千歳駅間の運転で、 テイ駅札幌駅間のみを快速運転し、札幌駅で列車番号を変更して、千歳線と直通する列車も存在した。731系電車札幌運転所所属の721系、731系、733系、735系の各電車、及び苗棒運転所所属の201系機動車が使用され、3両。 または6両編成で運用する。このうち721系、731系、733系、735系は共通運用となっている。かつては731系電車201系、機動車の協調運転による6両編成で運転される列車も存在した。過去の使用車両2015年3月14日までは、 札幌運転所所属の711系電車も使用されていた。充当されたのは 3258M 列車のみで2編成を並結した6両編成で運用された。ありがとうございます。